はいどうもカ長ですじゃあこっちのチャンネルではね、えーとまあ、自衛隊の自衛隊さんの活躍のお話が、まあ、メインにはなるんですけども、えー、とそうだなじゃあまずどっから行こうかな室井さん、室井柚月さんがなんかこれは自衛隊さんの話じゃないかな、まあ、被災地に、ねえー、行くなっつってんのになんで行くんだよっていう室井さんがなんか普通のことを言ってるんですよね。 まあでもこれ結局、米山さんとねうん一緒になられてから、2人ともそうまあたまになんか変な感じになるけど、ピンでそれぞれ活動家やってた頃とはちょっと違うじゃないですか。って僕は思うんですけども、そんなね室井さん、普通のことを言う室井さんに対して、このパヨった連中がなんかなんでそんなこと言うんだよ。そんな普通のこと言ってダメだろうって。もっとパヨっていこうぜみたいな。 パ <laughs> ッチコーじゃんか、パッチコーみたいな、そんなことを言っているっていう、なんかよくわかんない状況ですかね。えっ、ー、と、室井さんがねうん、被災地が一番大変な時に、ね、議員がね公明心で、えー、あ、これあれ千羽鶴さんのことですよね。現地入りすると助かる命も助からない。現地に行くなと決めた与野党合意は間違ってなかった。なんか全然普通の。 真っっなことをおっしゃってるんでだからこのパヨった連中からツッコミがね昔のあんたらそんなんじゃなかったのになってこう大丈夫って言われてるんですよね <laughs> まあいや普通ですよね,ね,、うん、ねむしろこの千羽鶴さんがおかしいっていうそういう話なんでえっ、ー、とまあ一応じゃあそのツッコミ入れてるこのパヨった連中の言いぐさんも見ておきましょうか、えー、室井さん大丈夫お前がな被災地が 一番大変な時にっていう、なんかそれをなんか要はこのコピって、ねうん、そうですね、その通りですね、うん、むしろオタクらが大丈夫っていう、ね、うん、だそれにやっぱり気,気,気がつかない、やっぱりそういう認識がやっぱ違いすぎて。 でもなんか、このパヨった連中からすると、現役のね、現役パヨ界隈からすると、村井さん、あんた残念すぎるよ。あんたずいぶん変わったよな、っていう言い草なわけですよ <laughs>。で、さらに残念だったのは、行くなってこと、という大竹誠の問いに答えなかったこと。多分番組でのやりとりの話かな。そこまで言うなら、行くなってことと答えてほしかったって言ってるんですけどね。うん、行くなって言われたら、それでも行くんでしょ、だって君らは。な、うん、邪魔しに行くんだよな。 ね被災者、嘲笑いに行くんだろ、うお前らは。自衛隊の邪魔しに行くんだろ、ヘラヘ。うん。まあ、だから実際、動く千羽鶴は迷惑しかかけてないわけじゃないですか。昨日も散々見ましたけども。被災者、石川の人たちからは、お断り、お断り出てんだからさ。冗談じゃないと。 まあ、去年もね、えーまあ、室井さんは言われてましたけど、なんかこのつきものが落ちたとか言ったら、ちょっと言い過ぎというか、失礼に当たるのかもしれないですけども、まあ、なんか冷静っていうか、まあ、普通のことですかね、<laughs> ねまあ、なんかこれ、例えがおかしいんですけどね、なんか、ほら、例えばこの犯罪、ねもう、もう超極悪、ね、極悪非道のこの犯罪者。 がまあなんかこのとっ捕まってね服役しましたよとねうんでまあなんかこの何年かねこの十年とか勤めねこの何か外に出てきてね昔はあんなにさんざん悪さしてねとんでもないふざつきのねもう悪ねこのなんかもうそんなそんなだったのになんかこのちゃんと心を入れ替えて偉いわねみたいなあれは別に偉くないじゃないですかねむしろそんなことねあのー 犯罪を犯す方がおかしいんであって、ね、普通に戻っただけだろうと、別にすごいことでも偉いことでもなんでもねえよと、ひ、ね、どい状態から普通に戻っただけだよと、うん、甘やかしてんじゃねえよっていう、確かこち亀でそういう話があったと思うんですけどね、なんか不良少年を更生させるっていう、そういう話でさ、うんまあ、そう考えたら別に、ね、特別あれですよ、諸、ね、井さんのこと、なんか容赦する意図は全然ないですよ、ね、普通じゃないですか。 うんね、だから実際、このね来るなって言われてるのに出かけてってるやつらが、ね、この千羽鶴さんみたいなああいうやからがおかしいんであって、うん、覚醒したとかねすごいぞ、すごいぞ、室井柚月じゃないんですよね、普通です、うん。まあなんかどうしたのって言われるのはねそれはそうなのかもしれないですけど、普通です、いたって。うん まああなんかあれですよねだって道路も、ね、交通網が、ね、今もうものすごいスピードで、ね、この自衛隊の人たちと,あとこの全国から集結したこの土木、ね、この要は職人さんたちが、ね、とてつもないスピードで、ね、あの復旧してってくれてますけどそれでもまだなんか、ね、素人がつい、ね、このなんか気持ちだけじゃこの立ち入ることができないようなそういうところだってまだあるわけじゃないですか。ね、今なんてもう10日 ね、もうすぐ半月2週間経とうかっていうでももう乗り込んでったやつらさもうよしっつってもうその日のうちに準備してとかっていうなんかもう我先にこのね駆けつけようとしていたアホボンどもが何人かいましたよねうん何人かっていうか夢無名問わずだったら何人もいたわけじゃないですかでそいつらのせいでもうなんか渋滞が起きてみたりとかさ、ね、自衛隊の車両とか緊急車両の,この通行を妨げていたわけじゃないですか ね正義の味方気取りの、ね、なんだかもう自己顕示欲っていうかもう自己満足っていうか、ねうん、てめえさえ良ければみたいないらねって邪魔だっつってんのに、うん、で結局この渋滞する結果見て、ね、それでまだこの文句言ってるのはさすがにおかしいよ、うんね、ただなんかこの、ね、断られただけじゃなくてこのその断ってる理由 ね、なんでダメなのかなんで今お断りだったのかっていうのちゃんと後から説明わざわざ状況の説明があったわけじゃないですかうんそれであの態度はやっぱりおかしいよなうんどう考えてもそんな室井さんと比べてどうしてもこの千羽鶴さんのこの浮き具合というかさね <laughs> すごいよねこの人ねもう堂々と邪魔っていうか妨害しにいってるよね ね、お忙しいところ申し訳ありませんって。福祉避難所の数おいくつですかってで市役所が7ですって、ね。で、福祉避難所に移動して。で、千羽鶴さんが福祉避難所は7つですかって。福祉避難所がそれは登録数で、ね。確認が必要なら役所に聞いてくださいって。頭痛いのこの人って。なあ。いちいち現場に行って確認することじゃないよな。 いやもう本当、これ、ね窓口に立ったこの担当した人間、受け答えした人間の気持ちになったらさ、もう、イラッとするどころじゃないよね。本当に。なのに、このね、千羽鶴さんはね、得意げにさ、能登半島に再度お邪魔した。だから邪魔なんだよ。今回は福祉施設と通常の避難所を中心にお話を伺った。本日は福祉施設についてのやり取りを記すこととする。なんにも意味だよね。 ただただこれなんかもう迷惑かけてか嫌がらせ以外にもう受け取りようないんだけど一応まあこれちょっと見づらいと思いますけどこれ、ね、そのなんかまとめた画像があったんでね応載っけときますけども福祉施設に必要な物資が届いていない連絡が入りどっからマウスウォッシュ、歯磨きか,あとこのなんかティッシュ、えー、病院、病ああれかなんか上下ジャージみたいな。 など急遽にもかかわらず云々って書いてあるんですけどだ声を聞いてるってそういう意味じゃねえんだけど、うんね、大変な時期に来てで普段の仕事は何なんだよとね、うん、いやだってこれ逆の、ね、聞かれる側質問される側の立場になって考えたらもう本当このイラつき具合がよくわかると思うんですけど 現場の声を聞くって、物理的に現場の声、本当に聞いて回るだけなんだね、この人。<laughs> ね、疲弊してる方をより、ね、神経すり減らしてる人をよりすり減らせる、ね、疲弊させるだけですよね。本当、千羽ズルうんこだな、ただ単に。うん。いや、ひどすぎるね思っ。想像以上にひどいね、これ。うん。だから役場の、要はこの役所のね、うん、荒探ししてるだけです。 ね、疑ってんのが分かんないけどさ同じ質問するは時間取らせるわ最悪だよ本当うんでおそらくねこれいつ戻ってくるのか知らないけど東京来たらね避難所作っても、ね、実際災害後に起動するのは少数だもっと数を増やす対策をとかってまたわけの分かんないこの周知の提案をねうんひけらかすだけだと思いますよいやもうこいつも逮捕しろよいい加減うん <laughs> 邪魔すんなっつってんの、本当ね、本当うんこだよな。はい、以上です。